はい。いつもご視聴ありがとうございます。経済ニュース見ていきましょう。えー、石破さんになりましたね。新総裁。経済から、から期待、予防成長戦略ね。リーダーと経団連解消。うーん。国益守る。挙国。一致内閣。っていう風に。らしいですね。実際どうなんすかね。 高市さんだとどんどん上がるかなと思ったんですけど、経団連の会長いわく、住友科学、公表した声明、国内外に多くの課題がある時代。変革を推し進めるふさわしい。まあ変革派みたいですよね。将来の不安を払拭する構成。うん。<coughs> 日本商工会議所。石橋、安定的な。 まあ文面見ただけだとちょっと微妙かなっていうふうには。非 <laughs> 上の空論って感じを印象を僕は抱きますけどね。あんまり突破力とかはなさそうなんで、ささっと終わるのかなっていうふうに見てるんですけどね。<laughs> うん。外交強いんですかね。あんまり知らないんすけど。<laughs> まあ、あんま持たないとは思うんすけど。インフレへの移行ね。サントリー。会長。代表理事、幹事か。住友電気工業。支援ね。カーボンニュートラル。個別キャノン。うんうん。国益を守る。 ああ守る守るで攻めはあんまりなさそうですね。保守的にふうに見えるんですけどね、見てると。あんまり、内弁慶になりそうですけどね。まあ株価はね、ドコンと下がったんですけど、日産上がってたかな。割と個別株は割と中古型グロスは面白いかなっていう風うに思うんですけど、マクロっていうか日系全体はちょっときついんじゃないかなっていう風うに僕は見てますね。 すげえ下がりましたしね。石破ショックって書いてありましたね <laughs>。まあ、こういう企業さんのトップは耳障りのいいこと言うと思いますけど、金融はそうは考えてないんじゃないかなっていうふうに、矛盾というかおかしい点っていうのはありますね。投資家としては、うん、僕は結構ね、中古型がメインなんで、あんまり影響ないかなっていうふうに思いますね。10月ね、ノーベル賞があるので、 ちょっと楽しみかなっていうふうに。一週間後ぐらいかな。<laughs> このね、変革を推し進めるにふさわしいリーダーね。どこの会住友科学の。うーん。財政会ね。三菱商事はね、すごいいい企業って言われてるので、いい企業っていうか国際競争力が高いのかもぐらいか、感じですけどね。成長型経済はちょっと、 いいんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。安定的な。この人短いんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、高市さんだったらあの人強いですからね。<laughs> いまいちこう、覇気を感じないかな、この方に僕はですけど。なのでまあ、世界経済見ると、 どうなんだろうな。まあ、日経上がりましたね。ちょっと見ましょうか。うん。時間外で全部は下がりましたけど、僕の評価額も上がってね、ありがたいことに。嬉しいっすね。いや、ドレーンがポコンと円高に触れるというね。あ、このまま円高加速すると、内需、国内の内需が需要っていうか株価はどんどん上がるのかなっていう。内需、内需、内需ってなるんで、内向きになって、 世界戦略とかっていうのは打って出るのは無理じゃないかなっていうふうに思いますね。今ね、ちょっと気になってるのはね、中国なんですよね。中国ね、新興国が僕買っての上がったんで、アジア太平洋ね、指数ついで見ていきましょうか。日経ね、香港がね、上がってんだよな。 15%も上がってんだよそりゃ僕の株も上がりますね。S&P はね、僕は下がる方に勝ってるので、今最高値さらに更新かなもっと上がってますよね。これか。S&P ね。うん。まあいいチャートの形ですよね。上がって、まあ10%、20%ぐらいはそのうち調整で下がるんだろうなって思うんですけどね。10%ぐらい下がるかな。 ここまで下がったのがいくらだ ?3300 から1000円下がったんですね。まあ、1000円ぐらいは下がりって調整しそうな感じはありますけどね。割高かなっていう風うに見てますね。あ、でも上がりました、上がったけど、こういうチャートの形したときって、下がって上がって下がって、横ばいになりそうですけどね。 ま、様子見って感じですかね。トピックス、ニューヨークダウン。為替ね、円安に触れたら、日本経済は世界、あの、ほとんどの企業がね、めちゃくちゃ上がるんですけど、円高に触れると、内需とか、小売りとか、セブンとかかな。デフレ完全脱却ね、どうなんですかね。 石破さんね。金融の税金するんで、もしかしたら山ほど出ちゃうかもしれないですね、富裕層は。東京エレクトの。<laughs> 気になるユースってのは、カマラさんね、こっちも理想主義、現実主義。理想主義の方は僕おすすめなんですけどね。人格と気質。<laughs> 現実主義の人ってうまくいかないですよね、基本。生い立ちと。うん。<laughs> 今、どうなんすかね。アメリカはちょっと、ですよね。ネットフリックス。 ちゃんとね、医薬とかの問題がちょっときついかなっていうふうに思いますね。<laughs> シェリル・サンドバーグ。シェリルって言いますよね。<laughs> 結婚上院議員じゃん。あリスしね。いやー、どうなるかなっていうふうに思いますね。オ <laughs> ーマ人へ。 バイデンって、バイデンさんいましたね。もう高齢だしね。お腹きついよねっていう話ですよね。仮想通貨ね。ハリスさんになるとちょっと経済は、あれ下がるかなっていうふうには思うんですよね。ハリスさんはね。石破さんもなったってことは、うーんって感じですね。中国。 まあ今は石破さんかな話題は。来週の相場どうなるかですよね。先物は下がったけど。案外、<laughs> ああ、まだわかんないな。日経のほとんどがね、あの、円安の方が強いのでね。うん。まあね、引き続き、ゆったり株式相場と経済見ていこうかなっていう風に。 思いますね。岸田さんは、前総理はお疲れ様ですね。そうっすね。ご挨拶が遅れましたが。大変そうですけどね。総理ともなると。石破さんって何回もようやくって感じですかね。このなんか、あの、経団連の方々とちょっと仲良さそうな感じはありますね。見た感じ。海市さんはこういうね回しがちょっと弱かったのかなっていうふうに思いますけど。まあ、政治の世界はね。 誰がなっても僕の株は上がるっていう風なマ、まあ、インドでいきたいと思いますね。はい、それではご視聴ありがとうございました。またね、株式とか経済とかちょこちょこ見ていきたいと思うので、よろしければチャンネル登録、高評価とね、お願いします。<laughs> それではまた次の動画で会いましょう。ありがとうございました。